ボートアルバイターしとくん。ボートアルバイターしとくん。この動画はデータや理論を使って本当にボートで食っていけるのかを検証する動画である。はい、どうも、始まりました、ボートアルバイターしとくんでございます。今日僕は配信とかなくて普通の一日を過ごしていたんですよ。まあ普通に仕事をしてね、事務作業ですよね。私は基本的に編集とかやらないんで事務作業をしてるわけなんですけど、まあ、その中で今18時になろうかというところですけど、一般的にもね、まあ今日平日ですよ。サラリーマンの皆さんも大体このぐらいの時間に仕事が終わって、そろそろじゃあボートやろうなんて時間だと思います。私ね、その時間に合わせてボートを今から始めていこうかなと思っております。まあ、日中しっかり働いてサラリーをもらって、夕方はこうボートをして副業と。やはりね、この二足のわらじ、普通のお仕事、そして夜はボートで稼いで副業していこうやっていうね、それに今ハマっておりますんで、この夕方からやっていきたいと思います。ということで行ってみましょう。どうぞラッシャスイー。はい、ということでね、まずは1本目若松8レースかな、ここからやっていきたいと思います。まあちょっとね、まあ成績的にはあんまりよろしくない選手がやっぱまあここ集まってますよね。まあ、一応狙ってみたいところとしては、まあ、角の、新海選手ですよね。今節0台もやっぱ叩いてますし、スタートも早いと。で、今展示をちょっと見たんですけど、ちょっと放ってる感じあるんですよね。展示のスリットすぐ超えたところで3号艇の平本選手に対してかなり追いつくような感じでスリットバーって出てるんですけど、スリット越えてこっから覗くかなっていうところで放るんですよね。まあ、状態を起こしてるっていうところですよ。で、ちょっとここをね、僕気になって、これもしかしたら伸びきるんじゃねえかと。そしたらやっぱ4からね、叩いていくっていうシーンはあるのかなというところで、ちょっと4の頭を狙ってみようかなと思いました。で、紐には1と6、4からの、1、6、前。ちょっとね、やっぱ G1 なんで3着流しますわっていう感じにしていきます。あと一応抑えで、1からの3、4の、3着6というところで、ここで勝負してみたいと思います。はい、ということで今ね、ピットアウトいたしました。1本目ですよ。ちょっと夕方からね、今日も、1万円勝負という企画でね、まあ、なかなかね、サラリーマンの皆さん、まあ僕もそうですけど、もうこのぐらいの時間にならないとなかなかボートをね、真剣に予想するなんて時間ないと思いますよ。私の場合はですね、どちらかというと日中は、配信の仕事をやっていますんで、まあプライベートで船券買えるってなると大体この18時ぐらいかなっていう感じなので、皆さんと同じぐらいの時間帯からどのぐらいまくりたいかというのをちょっとね、検証してみたいと思います。ただ、しっかりまくれれば日々の配信業務も楽しくなるんじゃないかというところ。さあ、新海選手がまず行ってくんないかというところ。いや、どうだろう、やっぱ平本さんも行くか。いや、悪くないけど叩けるほどではないか。ダメでしたってなったら3が行って終わりか。あー、2が残りそう。刺さってねえか、大丈夫。うわ、刺さってる、もう最悪。そして6も来ねえし。いや、これワンチャン4ない、これ。あ、ないのかい。うわー、ダメだ。あ、森田さんうめえ。森田さんがうますぎて猪木になったわ。いやー、まあこれはしょうがないな。まあ、逃げは勝ってるっすけど、これ2がいなくならないと当たらないんで、さすがに永井さんこっから4着5着ってことはなさそうだなと。お、一旦13になったかも。一旦13になるかもしれないけど、6はだいぶ遠いっすね。すごい接戦だけど、やはりちょっと、あ、いや、でもかかるな、永井さんギリギリ。ここエンジン2人ともあんま良くないね。こんなのどっちかが良かったらさ、ぶっちぎれるようなレースなのに。結局命。いや、ワンチャンないか。それだけやり合ったらなんかワンチャン6と思ったけど、あいつさんね。まあ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 、しょうがないっすね。ちょっと4がいけるかなーっていう感じに思ったんですけど、展示の見立てがちょっと間違ってました。はい、残念。次行ってみましょう。やるすみっす。はい、ということで次のレースね、大村9レースを今購入してみました。ちょっと買い目から先言うと、力の三軸、イニゲの三軸の、紐25、2、3着折り返しですと。今展示をね見まして、まあ、モーターの気配的に良さそうだったのは3番の別府選手だったんですよね。多分このエンジンいいエンジンだったと思うんで、今展示見た感じ、ギリも
まあ、スタート展示ちょっとスリットからスリットの、まあ、手前かな、出足行き足ら辺が非常によく見えました。で2号艇がですね、野中一平選手スタート早いんですけど、まあ、F 持ち1本、まあ、あんまり気にならないんでしょうね。節間ではゼロ台スタート結構行ってますよ。だからあんまりこのフライングっていうのは、まあ、無視していいかなと思うんですけど、1号艇がですね結構伸び返す感じがあるんで、おそらく1番がちょっと覗いてくると思うんですよね、スリット越えてから。でそうすると2番はやっぱ刺すしかなくなって、ちょっと差し遅れたところ3番っていうようなフォーカスです。一応ね2番持ってるんですけど、基本的には1、3系で5ですね。紐は須藤選手ですね、こちらを軸に、まあ、2着まであるかなというところで、まあ、1、3号、3号が決まったらラッキーかなっていう感じです。ということでちょっとねレースの方見ていきたいと思います。とりあえずね、このレースはそんな高いところないんですよ。各2500で4点という形でちょっと均等にしたんで、まあ、ちょっと1、2、3、1、3、2あたりは安いんですけど、逃げでいいんじゃねえかなって思うレースがあったら一旦当てとくっていうのはね、ちょっとあれなんですけど、さあどうでしょうか。あ、やばい、3遅れてない？あ、大丈夫、これ多分伸び返しますよ、3はね。はい、ほら、2がやっぱスリット先行します、スリット先行しますけど、これ差し構えになりますよね。はい、2が引き波はまりました。やばい、あ、3が、あ、すいません、外れます。もうスリット完璧になってたじゃん、順外れしたわ。なんで4番が来たんだよ、ひどいって。それは多分エンジン的に1になりそうだけど、うわ、1、これ嘘でしょ。いや、これは買えないな、どういうことそれ。これエンジン的に圧倒的に1なんですけどね。うわ、終わってる、ひどいです。でこれ2-4とかになるよ、これ間違えると。4番多分ねエンジンそんな良くないと思うんですよね。こんなレースになるか。まあね、そんなにインが逃げ盤石なレーサーではないですよ、イン逃げっていう意味ではね。ただエンジンが良かったんで買いましたけど、これ2-4だわ。4番はねエンジン弱いからこうなっちゃうんすよ。マジかよ、これどうやって予想してとんの。いや悪くないけど、これ伸びきらんわ。はい、終了で直間か。え、これ時間あるじゃん。うわ、終わった。マジ？もうええでしょう、それは。あ、3に行かせてさせる、それ。ダメだよ、それじゃ。はい、終わった。スリット嫌いじゃないけど、無駄に握りされるね。ほら、無駄。うわ、もうほんと、もうええでしょう。エルフス。わが松10レース準優勝戦の2本目ですね。佐藤翼選手のイン戦です。今展示見まして、まだね幸いにも僕もね展示を見る余裕がありました。しっかり見ましたよ展示ね。良かったなと思ったのは貞松くんかな。ここ2号艇貞松選手、これが良さそうに見えました。で森高選手はこれセット交換かな、もう部品交換がっつりやってて、多分一発仕様にしたいんでしょうね。ちょっとこれ一発森高さん握っていくんじゃねえかなというふうに思っております。で森高さんが握っていった場合、まくり切りはないと思うんですよ。で佐藤翼選手結構陰線の時握るんで内側が空きがちで、そこを貞松選手が刺すというイメージで2-1前狙っております。ちょっと道中は分からんこのメンバーなんで、でさらにセンター展開からの2-1勝ってるんで、ちょっと5番なり6番なりっていうのは全然飛んでくる可能性あるよねという感じです。でこれもしイン逃げした場合、抱えて4番を抱えて佐藤選手が回れた場合は1からの4-5-4-5、もう2と3潰れてるという前提で見ます。はい、ちょっと展開が1つ絞られているので、まあ、的中率もその分落ちるとは思いますけれどね、まあ、そうでもしていかないとやっていけないというようなことなんで、こちらで頑張ってみたいと思います。貞松くんのエンジンが良ければねこれ刺せると思うんだけど、まあ、胴体でも刺さるんじゃない、エンジンが良さそうだし。ただ翼選手はかなり握ると思うんで絶対刺し場できるっすよ。さあお腰悪くない2番、あと4がプレッシャーをかけられるかどうか、外に一発飛んでくるやつがいた方がいいんですけど、うわー微妙、外飛ばしはいないね。あとは普通に刺せるかどうか、流れたけどはい無理。1、4号、4号ならあります。
14545ならあります、14545ならありますよと。いやー4545あるんだけどさ、これ大丈夫？ちょっとやっぱ貞松くんの方がエンジンいいからね。これ鈴島さん頑張れ。よし、いいとこ入った、いいとこ入ったけど、いけるかい？展開全然違うんですけど、145は悪くないんじゃないの、配当的に。まあでもここ1000円しか持ってないんでね、悪くない。うわやばい、いやーブズ島さんマジ頑張って。後ろがこれブズ島さんだからギリね、安心感あるよ。そうそうそう、後ろで競っちゃおう、競っちゃおう、そうそう競っちゃおう、競っちゃおう、頼む。ブズ島さんがミスすることはほぼないけど、やばくないそれ、もう絶対当てられたでしょそれ、もうもうええでしょう、もういいよそういうの。ブズ島さん何今のターン見たことないよ、ブズ島さんのそのターン。うわー絶対ダメだこれ、やられた、エンジン出てないんだ。ナイターキングですよね、やれないっすか、やれないっすか、やれますよね、頼むよマジで。いいじゃん、別にまくろうって言ってないんだからさ、これ当たったってまくれないんだからさ、当てさせてくれよ。うわ終わった、マジで言ってる？いや頑張れ。ちょもうなんか応援する気も起きないよこれ。ひどいよ。ひどいよ。なったよそれマジで。逆にラッキーだわもうこうなったら。ラッキーラッキー。うん逆にラッキーです。薄島さんのこのレースを見れてラッキー。うん。いらっしゃい。はい、もう延長しまして、大村11レースです。もうね。インニング買いません、インを買ってたら間に合いませんので、ここはですね2番石田選手の直まくりから予想してみました。でね、こういうことあるんですよ、男子の中に女子が混ざってる混合戦っていうのねあると思うんですけどもね、女子選手が陰線にいるとですね、なぜか直まくりに行くという男子選手がいるんですね。まあ、理由はわからないんですけれども、普段はあまり行かない選手でも女子選手が陰線にいると直まくりに出るということはよくあるんですよね。なぜかねそういう傾向があるということで、ここは石田選手の直まくりから狙ってみたいというふうに思いました。ということで2からの船券を買っております。まあ差しさないでほしいですね正直。で石田選手はスタート早いですし、0台打てる選手なんで、まあ、頑張って打ってもらえれば直まくりは発動できるのかなと。一応井内選手の、まあ、差しですね、まあ、その次は2軸ですけれども、もう抑えてはおります。1を買いたくないんですよとにかく、ここのレースは、まあ、そんなレースですというところで、レース見ていきましょう。はい、大村11です。いいですか、そろそろ終わりにさせてもらって、さっきのもね変な外れ方しましたし、本当にねさっきの14545あれ集まりしなくてよかったですよ、あそこの2点とかに絞ってね、もう相当ブチ切れてましたね。そしたら仏島さんがああいう風に抜かれるシーンってあんま見たことないのにね。まあ今日はダメな日なんでしょうねきっと。はい、でもしょうもない当たりは誰も救いにならないんでね、これはもう直まくりしてもらいましょう。もう直まくりしなかったらこのレースも見ません、見る意味ないんで。いいですか、今からこれね2号艇が直まくりするかしないか、ただそれだけのレースです。しなかったら終わり。うん、石田選手が直まくりをすれば終わりです。しなくてももうレースを止めます。さあ来い。まくっちゃいまくっちゃい。うわ、まくらなそう、終わった。これでどうやって勝つのよ。はい、終わりです。お疲れした。ラッシャスイー。はい、続いてガマゴーリいきますね。もう終わりますよ、やってもしょうがないですから。はい、ということでガマゴーリ11レース、私が勝ったのは1、5、2、1点でございます。
はい、もうちょっと逃げ以外思い浮かばなかったというのが一つで、高橋選手が好きであるということが一つで、最近視聴者の方から宗幸選手意外といいですよということを教えてもらったというのが一つと、よって1号に1点1万円となっております。これ以上説明することがございません。正直展示みたいにも何の気配も感じませんでしたし、まあ、逃げていいんじゃないかなというレースだと思いますよ。もう逃げなかった場合はもう知らん、正直これはねあんまり考えられない、もう運ゲーです、バカラだと思ってやってみたいと思います。はい、それでは蒲郡11レース見ていきましょう。これ何本目、9本目、そんなにやるつもりなかったんだけどね、当たらない動画を出していいのかというね話もよくありますよ。これはオクラだろ、よく出せたななんていう話がよくあるんですよ。皆さんどっちがいいですか、こう当たったレースだけこうね、出していく YouTuber と、私たちどちらかというとね、まあ、全部出しちゃってますね、はい、いうタイプです。もしこれが、今日まあね、最終的に全部外れちゃったとしても、まあ、一応全部動画にしているっていうような感じで、まあ、もう5、6年やってるわけですよ、5年か、うん、まあ、皆さんどういうタイプの動画が好きなのかというのはありますけどね。まあでも正直外れたものもね見ていただかないといけないのかなと思っております。そんな毎回当たってるっていうのはおかしな話ですからね。だから毎回当たってるような動画出してる人いたら怪しいと思ってください、皆さんはね。はい、私たちは坊主だったとしてもこれを動画にしたいというふうに思っております。それでは蒲郡11です、10秒前行ってみましょう。頼むよ、逃げて逃げてからの5ね、1号ね、あ、やばい、いや逆になんじゃない、そう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 、ってことはさ、あー、はい、止めます。はい、もう本当に最後にします、こちらですね、若松11です、準優勝戦ラストと、まあ、今日まあ準優勝戦だったのでね、最後まで見ようというところでここまで続けましたが、これが10本目最後のレースとなります。私が買ったのは1号に1点1万円、はい、さっきのレースも同じ目買いましたね、はい、まあ、たまたま同じになったというところで、ここは西山選手の陰線、まあ地元ですよ、さすがに逃げるでしょというところで頼みます。4が攻めての5、まあ、4が行ったとでまくれないから、これ絶対伸びないから、そこはちゃんと展示で確認しました。だからこそ4が行くのです。行かないのかい、行かないのかい、行かないのかい、そうしたらこれ5厳しいんじゃない、そう、いやー4だ3だ終わったかな、1、3、4、3、4だ、これこれさすがに無理か。うわー無理だ。うわー、皆さんありがとうございました。10万円は簡単になくなります。皆さんは真面目に働いてください。私は、この無駄にした10万円を糧に、生きていきたいと思います。10万円は豆買い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 。働けばなんとかなる。10万円は豆買い。もともとなかったこんなお金はあぶく銭、あぶく銭である。10万円はあぶく銭、あってもなくても一緒、意味ないお金、お金じゃない、紙、何の意味もない。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。YouTuber やめたいな、 YouTuber やめたいな、お金使わなくても見てくれる動画そんなもんないもんな、 YouTuber やめたい、うん、さよなら。Thank you.
もう1本当たったら香織さんプラスかなり見えるんじゃないですか。イエス。ここも1本欲しいんだよな。大きく勝ちたいんで30万欲しいです。はい、一律さん4いったな、これ3がいっちゃってる。うわー、命なくなった。ニアタマもない。ニアタマがある。ただ26、26あるじゃん。頼む26、頼む、届くだ。外行って、やばい、やりすぎ、外行って、やばい、1帰ってきて、刺して、絶対刺して、船は向いた、刺して、刺され、いや、これダメだ、6のエンジンがいい。いやー、6がいいな。まずい、寄ってきた、きれ、合わせて、よし、どうだ、頼む、大丈夫じゃない。いや、いかん、やばい、いや、大丈夫、お願い、やばい、刺さる、これ、応援して、やばい、外行かせよ。いいんじゃない？あ、オッケー。やばい。まだ。こっちも見よした。見よし。やばい。LOVE ラブリー見よし。キスマンダスキー。よし。いけるだろう。来い。やばい。いや。やると思います。ナイス。これはつく。何倍？さっきの超えるこれ。ナイス。ナイス。4番手2回目。すごい。しかも3枚。2枚。奥行き5枚ある。20万返って。もがいてるよ、曖昧な理由もないこの感覚、信じてみたい。